おつやモードです。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。真鍋氏ノーベル賞に忌憚だ。韓国、今年もノーベル賞がゼロで意気消沈。当然の結果なので悔しがることはないと思うのですが、10月4日の医学生理学賞を皮切りに、5日物理学賞、6日化学賞、7日文学賞、8日平和賞が毎日続けて発表された今年のノーベル賞。まだ11日の経済学賞が残されていますが、なぜかお隣はお通夜モードです。 K-POP が世界で1位となり、韓国ドラマが Netflix で人気ナンバーワンを取ったとしても、どうしても手が届かないノーベル賞。そして日本生まれのアメリカ国籍を取得した真鍋氏が受賞すると、そのコンプレックスが大爆発。韓国人の反応からは、地団駄を踏む音や歯ぎしりする音が聞こえてくるような気がするのですが、これは空耳なのでしょうか。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。10月8日付夕刊フジによると、日本が真鍋淑郎米プリンストン大上席研究員90歳のノーベル物理学賞受賞に歓喜する中、心穏やかではないのがお隣の韓国だ。毎年のように日本から受賞者が出る一方、韓国は自然科学分野は未だゼロ。世界最高の栄誉を手にすることができない理由はどこにあるのか。朝鮮日報は真鍋氏の受賞を、日本人がまたノーベル物理学賞科学分野で25人目との見出しで伝えた。韓国のネット上では、この人はアメリカ国籍の日系アメリカ人だ、日本での研究はほぼ皆無、日本の研究者の海外流出などの声もあった、日本の快挙だと認めたくないらしい。これまで韓国からの受賞はキム・デジュン元大統領が2000年に受賞した平和賞のみで、自然科学分野での受賞はない。ジャーナリストの室谷克美氏は、基礎研究を評価せずお金を稼ぐ研究が評価される韓国では、産学官民による支援も乏しい、基礎研究をする科学者へのリスペクトもなく、環境は非常に悪い、毎年候補者をお祭り騒ぎで持ち上げては受賞を逃すという報道がセットになっていると指摘したと報じています。10月4日の朝鮮日報は、ノーベル賞シーズンが始まったという記事を掲載し、高麗大学医大のイー・ホアン名誉教授が医学生理学賞を受賞するかもと期待していた韓国。毎年恒例のことですが、自分たちで盛り上げて国民の期待を散々膨らませ、ノーベル賞が発表される1週間をドキドキしながら過ごし、最終的にはお通夜モードになってしまうということを毎年繰り返しているように思えます。まだ10月11日発表の経済学賞が残されているのですが、すでにお隣からは期待する声は聞こえてこないようですね。もはやお隣では世界に先駆けて今年のノーベル賞は終わったような雰囲気です。そして隣国がただただ残念がっているだけならまだいいのですが、今年も日本生まれで現在アメリカ国籍を持つ真鍋淑郎氏が物理学賞を受賞したものですから、さあ大変です。韓国メディアのマネートゥデイは、日本国籍または日本出身であるノーベル賞受賞者は彼を含めると合計29人、日本の歓喜を眺める我が国の科学界の表情は険しい、期待が失望に変わったことは何回もあったと
悔しさが記事ににじみ出てしまっています。そしてサムスン、BTS、映画寄生虫、ネットフリックスのイカゲームと韓国の IT と文化は強国になった、それなのになぜ韓国はノーベル賞は受賞できないと、国内はもちろん海外からも関心を寄せられていると綴られていますが、どの国が韓国人のノーベル賞受賞に関心を持っているのでしょうか。そもそもなぜ自分たちがノーベル賞を受賞できないのか、その根本的な理由が未だ理解できない様子です。それはそのはず、韓国の国家競争力はついに日本を追い抜いたなどの報道で国民の自尊心を高め、気持ちいい状態にさせているからだと思います。でもそのような儚い夢もノーベル賞などのリアルな現実がいつも彼らの自尊心を粉砕しまくっているという構図なのでしょうか。個人的には毎年毎年精神的に辛くないのかなと少し心配に思います。あるソウル大学教授は韓国科学技術総連合会の懇談会で、真鍋氏の研究は1960年代の業績である、日本と我が国の基礎科学研究の年月の積み重ねが違うと説明したそうです。韓国では1989年基礎研究振興総合計画が策定された。欧米は基礎科学研究の歴史は200年以上、日本は1900年代初めから研究者への支援制度があった。韓国は基礎科学への投資も関心も低かった、まだまだだと韓国メディアのマネートゥデイは冷静に分析しています。さらにノーベル賞が受賞できない理由を挙げるとすれば、純粋に科学への関心がないこと、気候変動の分野には政治家や科学者の仮面をかぶった非専門家がいること、創造性を育てる教育課程ではないこと、大学の研究が持続可能な環境ではないことなどなど、問題点は山積しているようですね。これらの問題点は日本に当てはまる部分ももちろんありますので、韓国メディアの指摘を他山の石とせず、日本にも起こりうることとして考えていく必要があると思います。ところで韓国の宇宙航空技術の結晶ヌリ号が10月21日午後4時に打ち上げられることが決まっています。韓国の月面探査計画は延期に延期を重ねていますが、ヌリ号は予定通りに飛ぶのでしょうか。韓国メディアの毎日経済によると、ヌリ号の航続の開発計画がまだ決まっていないそうです。ということはヌリ号が失敗したら、そういうことですね。宇宙開発においても基礎科学研究においても、数多くの失敗の上に成功があるものです。2019年にノーベル科学賞を受賞した吉野彰氏は、無駄なことをいっぱいしないと新しいことは生まれてこない、何に使えるかとは別に自分の好奇心に基づいて一生懸命やることが必要だと述べています。ノーベル賞受賞者を輩出するために基礎科学研究に力を入れる、世界で7番目に宇宙輸送能力を確保した国になるためにロケット開発を進める、それではダメだということです。その大事な点がまだお隣では理解されていないようですね。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。我が国はノーベル平和賞だけだなんて、私が死ぬまでに我が国からノーベル賞受賞者が出ればいいのですが、やっぱり日本は日本で韓国は韓国です。全く性質が違う国なので比較しても意味がありません。日本はすごい国だと思います。技術大国、
経済大国、軍事大国。基礎知識、専門知識がない素人が組織の上に立つのが我が国の現実です。こうなったら大韓民国版ノーベル賞を作ればいいのです。きっと日本の受賞はロビー活動の賜物です。ノーベル平和賞はお金で買えても他の賞は無理でしょう。我が国にも基礎科学研究への投資の結果がそろそろ出てきてもいい頃なんですが、毎日世界初、世界最高などのニュースが流れるのに、ノーベル賞はまだまだもらえないのですね。世界で日本をけなしている国はうちの国しかありません。恥ずかしいので、ノーベル賞の話題に BTS やイカゲームを負け惜しみで持ち出すのはやめてください。頭のいい人は結局法学部や医学部を目指しますからね。そして弁護士や医師になり、お金儲けに集中するんです。日本には技術者をリスペクトする文化があります。でもうちの国ではお金が最優先です。この方は日本人ではありません。日本生まれのアメリカ人なんですよ。土地利用詐欺のノーベル賞はありませんか？我が国は 100% 受賞できるでしょう。韓国の美容整形技術は世界最高なのですが、 YouTuber や俳優たちが科学者よりも尊敬される国で、誰が科学のようなものを勉強するのですか？我が国がまだ日本の植民地だったら、日本人のノーベル賞受賞を同じように喜べたのに。韓国は迷信が支配する国、日本は科学が支配する国、結局はその差です。反日活動による精神的勝利賞があれば、韓国はきっと受賞できるでしょう。このニュースを聞いて日本を恨んでいるだけなら、30年後も受賞は無理だと思います。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。コスパがいいとか、それって意味あるのですか？と効率ばかりを求める空気が日本にもあります。この日本の状況を見る限り、韓国のことを笑ってばかりはいられません。韓国は非科学の感情を優先する社会雰囲気というより、非科学の感情に支配される社会だと思います。さらに法律よりも情が優先されますしね。論理的思考のない国が科学の栄誉なんて手にできるはずがありません。反日だけで飯を食える教授がいる国ですからね。ノーベル賞を取るための研究では取れないし、ましてや虚偽の論文では到底無理。勝手に日本と並んだと勘違いして、日本が取れてるんだから韓国も取れるはず、なんて思ってるうちは絶対取れません。日本人に負けたと比較する行為自体が低レベルの行為だと理解できるようになれば、自然と取れると思います。だいたい子供の教育からして、根拠のない非科学的な欺瞞をすり込んでいる状態では、科学的思考なんて育つはずもなく、未来永劫ノーベル賞など受賞できるわけがありません。そこになぜ気がつかないのかが本当に不思議です。真鍋氏は日本生まれの日本育ちの日本人かもしれないけど、日本人研究者ではありません。彼は日本での研究がまともにできず、日本の研究者の行く末を憂いながらアメリカに旅立った人。そしてアメリカの国籍を取得し、アメリカで家族を得て、アメリカで研究をしたんです。日本政府はなぜか快挙と捉えているようですが、日本の研究はノーベル物理学賞を受賞するような研究者に捨てられたのです。政府にはもっと危機感を持ってもらいたいですね。ノーベル平和賞といえば、過去には韓国のキム・デジュン元大統領やアメリカのオバマ元大統領が受賞しましたが、その賞の価値に政治的な意味合いが強いと批判的な声も多く、
廃止すべきという声も未だ根強く残っている現状です。そのノーベル平和賞に挑戦している長崎県で発足した高校生平和大使は、核兵器廃絶と戦争のない社会を目指す活動をしています。今年もノーベル平和賞にノミネートされましたが、4年連続で受賞を逃しています。その取り組みにはもちろん敬意を表しますが、現実はそう甘くはありません。核兵器と戦争のない社会を目指すと聞いて喜ぶのは、中国や北朝鮮、ロシアなどの共産国家だけだからです。誰得なのか一目瞭然のノーベル平和賞、もう廃止しませんか？皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。